零零七、美しき獲物たちは、ジョン・グレン監督の1985年のスパイアクション映画、ジェームズ・ボンドシリーズ第14作目。原作小説は、イアン・フレミングの短編、バラと拳銃である。ロジャー・ムーアが、ジェームズ・ボンドを演じた最後の作品である。ショーン・コネリーの降板後、1970年代、1980年代に、 渡って、新しいファンを獲得して、大衆文化の騎士を守り続けたムーア・ボンド最後の作品。ムーア・ボンドの集大成となるべく制作された。ユアアイズオンリーオクトパシーに続き、スタントアクションを大幅に取り入れつつ、ムーアの持ち味であるユーモア性を融合させた。スキー&、スノーボード、カーチェイス、騎馬場での格闘、飛行船を追っての空中スタント。 ゴールデンゲートブリッジの欄干上での格闘など、スリリングな見どころ多数の対策。また、作風は、オクトパシーのコミカル路線から再びシリアス路線に戻った。ゴールデンゲートブリッジソ連国内でアメリカ製の IC チップを持ち出したレイレイさんが、雪原で遭難。遺体からチップを回収したボンドは、ソ連軍に追われるが、スキースノーボードで振り切って、 任務を果たす。零零さんの遺体から発見されたチップは、一般的なチップと異なり、核爆発で発生する強力な EMP にも耐えうる、ものだった。製造元の造林産業が怪しいと睨んだ、英国情報部はボンドに造林の内定を命じる。そこでボンドは、チップの製造元である造林社を調査する。社長のマックス増林が所有する上昇の競争場を、 調査するうちに、その馬からはチップに制御された、ステロイド供給装置が見つかる。ゾーリンを追って、サンフランシスコに潜入したボンドは、彼が、シリコンバレーを壊滅させることで、既存のエレクトロニクス産業を転覆させ市場の、独占を企てていること。さらに、ゾーリンと、彼の部下の女殺しやメ令デも、また、KGB に抱き込まれた、元ナチスドイツの科学者、 カール・モートナー博士が行ったステロイド実験による異常発達時だったことを知る。主人公のロジャー・ムーア・ボンドガールにはタニア・ロバーツが起用された。彼女のキャリアはでモデルとして始まった。例のサングラスクールなどの広告モデルが初期の仕事だった。彼女はオフ・ブロードウェイの作品であるピクニックとアンティゴネで重要な役割を果たした。 タニアはまたダンスインストラクターも務めた。彼女の映画デビューは、ホラー映画の強制エントリーだった。その後、コメディ映画、ヤムヤムガールズにも出演した。タニアはすでに結婚しており、1977年に、夫が脚本家としてのキャリアを確保していたため、夫婦は、ハリウッドに引っ越した。翌年、ロバーツは、ドラマ、フィンガーズに参加した。 アーロン・スペリング葬式のテレビシリーズ、ベガス2私立探偵団ナーゲスト出演で注目され、テレビシリーズ、地上最強の美女たち。チャーリーズ・エンジェルの最終シーズンでエンジェルの一人に抜擢。1979年にロバーツはカルト映画やカリフォルニア・ドリーミングなどに出演した。ロバーツは目立たないいくつかのテレビドラマにも登場した。また、ズマビーチ。 プレジャーコーブ、及び、ワイキキなどに出た後、84年の、シーナでヌードになり、大きく注目された。そして翌年、ボンド映画のヒロインに抜擢された。1984年6月27日に、パインウッドスタジオの007ステージが、全焼するというトラブルの中、制作費3000万ドルをかけて作られた作品では、あるが、 世界中で1億5240万ドルの工業収入を上げる大ヒット作となり、ムーア・ボンドが優秀の美を飾った。アメリカにおいても5030万ドルという1985年、全米第10位の工業収入を上げた。1985年の映画の世界工業成績で第5位。日本では1985年度の外国映画の配給収入で第5位。 エッフェル島アレクサンドル三世教シャンティー城フィッシャーマンズワーフサンフランシスコ市庁舎フロムエービュー2エイキルはイアンフレミングの小説零零七シリーズ第一短編集で九百六十年ジョナサン・ケープより出版された日本では九百六十四年に零零七号の冒険のタイトルで東京草原社から井上和夫役により発売され2 0 0年に 解約版が007バラと拳銃のタイトルで発売された。フランスで英国情報部の伝令兵が何者かに暗殺され、秘密情報が盗まれた。ボンドは M からの指令で、この事件の調査をフランス支局のメアリー・アン・ラッセルと行い、暗殺者を探し出す。荒筋キューバのハブロック夫妻がゴンザレス少佐によって暗殺された。ハブロックは M の友人であり、 M は、敵討ちのためにボンドを、ゴンザレス少佐の上司で事件の黒幕でもある、フォンハマースタイン大佐のもとへ派遣する。ボンドは、彼のモーテルの近くで、暗殺の機会を伺っていると、すぐ傍らで、ハマースタインに照準を合わせる、美女、復讐に燃えるハブロック夫妻の娘、ジュディに出会う。荒須島役密湯の捜査で、ボンドは、イタリアの富豪クリスタトスから、 麻薬密輸は、コロンボという男が行っていると教えられる。その後、ボンドは、コロンボの愛人である、リスルの手引きで、コロンボの元に連れて来られる。そこでコロンボはボンドにクリスタトスこそが、本当の黒幕だと教えられる。AB、ABU2、A キル。ザ・ナンバーズ、2009年6月21日閲覧。 AB1985 年配給収入10億円以上。番組日本映画製作者連盟。ムービーリストバイワールドワイドグロス。worldwideboxofice.com。2009年6月21日閲覧。日本映画産業統計。日本映画製作者連盟。2009年6月22日閲覧。 オリコンのデータ協力による全曲80年代の週刊オリコンチャートナンバーワンの洋楽コンピが登場ソニーミュージック2017年8月8日プロダクションオブ AVU2A キル2020年11月9日閲覧ボンドウォッチプロジェクトありがとうございます